釣りの話。どうも、ルッキーでございます。おばんでございます。ですね、今、北海道の、海釣りでね、今、結構いろんな釣りが賑わってますが、例えば、桜マスであったり、ウミヤメであったり、ってするんだけど、やっぱり何より、今一番盛り上がってるのって、ホッケなんですよ。ホッケ。で、そのホッケ釣りの、ことで、ちょっと今日俺が言いたいことが何個かあるんだけど、まず、ホッケ釣りって、じゃあ、いつから始まるのって話なんだけど、一般的にね。一般的な話よ。まず、一発目は、11月の1週ないし2週目に、ものすごく大きいホッケが岸によるのよ。50センチとかね。で、それメガホッケーなんて言うんだけど、で、そういうのが釣れたら、あ、また今年もホッケー始まるかっていう合図なの。で、それからほどなくして、ホーランボッケっていうのが来ます。読んで字のごとく、お腹の中に卵、ね、卵がこうあるっていう。で、それが、だいたい1週間ぐらいしか釣れないとされてるのね。ちなみに、なまらうめえから。魚卵の中で俺、イクラの次に、ホッケの卵好きなんで、ぜひ煮つけて食ってみてください。で、それで、その後なんだけど、皆さん、ホッケって、今、スタートは言ったじゃん。ね、11月の1週、2週ぐらいに釣れるよって。じゃあ、問題です。ホッケって、何月まで釣れるか知ってます？今皆さん、躍起になってホッケ求めてます。追いかけてます。このクソ寒い中。いや、いいんだよ。寒い中、浮きでもいいし、サビキでもいいし、投げでもいいし、それはいいんだよ。とにかく、今釣れる旬のものを釣りたいっていう人は、今ホッケ求めてるんだよね。すんごいもうガクガクブルブルしながらね。やってんだけど、皆さんじゃあ、もう一回質問しますよ。クイズね。ホッケは大体何月ぐらいまで釣れますか？3秒3、1、はい、じゃあ言います。はい、実はホッケは5月ないし6月ちょいまで釣れます。だから7ヶ月ぐらい釣れる魚なのホッケって。で、とにかく俺が知ってる中でまあちょっとあまり人気のない魚ね。まあ、俺はウグイあんまりゲドウって言いたくないんだけど、ウグイとかドンコとかね。クサオとかあんまり言いたくないんだけど、そういうものを一般的にゲドウとされてる魚を除いて、で、一番ロングランで北海道で釣れる魚って、ホッケなんですよ、実は。なんで、いやーちょっとホッケ釣りたいけど寒いから無理だなとか、諦めなくていいですから。で、まず、身近なところで行けば、まあ、ちょっと釣り場をね、あんまり、ちょっと、去年、一昨年、ちょっと問題がいろいろあった港の、とか、名前は言わないですけど、ちなみに、4月になると、まあ、ね、北海道の、日本海にしてもそうだし、まあ、あと、まあ、噴火湾とかね、イブリカン内の方もそうなんだけど、まあ、噴火もそうし、ビリカンナイもそうか。黒頭がでかくなる。例えばそれが石狩湾信仰の話だとすると、黒頭の芸道として、ホッケがかかるんだよ。投げ釣りで。で、なおかつ、まだあったかいじゃん。寒い思いしながらホッケ釣るよりも、あったかい格好でホッケ釣った方がいいじゃん。まあ、それは人それぞれよ。で、なおかつ、ホッケは面白いことに、始まり、まあ、11月の一番最初、1週2週、そして5月ないし6月の最後、ね、1週2週、この2つがうまいんです、ホッケって。うまいの。赤ホッケなんて言葉で形容されるんだけど、油で赤くなるんですよ、ホッケが。それがもうね、焼いたら、もう家、火事確定。はい、っていうぐらい、火だるまになるぐらい、なんですよ。
なんで、じゃあこの動画で何が言いたかったかっていうと、ホッケイコール寒い時期にしか釣れないって思ってる人がいるんですよ。ただそれは、本当にもったいないことで、実は、北海道で釣れる魚の中で、1、2を争うぐらい長いスパンで釣れる魚ですから。ね。なんで、ぜひ、ちょっとね、ね、11月、12月、1月、2月、3月、寒いな、ホッケ無理だな、と思ってる人でも、4、5、6、狙えますから。それをちょっとね、言いたかったんだよね。で、やっぱ一番いいのは、磯に行ったら無限に釣れるから。ちょっと映像今ないの残念なんだけど、とある磯に行った時ね、5月だよ、もう半袖よ、半袖で釣りしてる時よ、朝ホッケ湧いたんだわ。でその時にタモね、タモをもうホッケボールになってる。ただタモをこうやって入れても逃げれるんだよね。なんでタモをこうやってスーッと入れて海の中に、そこにオキアミをちょろっと入れるの。たらその瞬間にガーってやったらホッケ20匹ぐらい入ってくから、釣る必要ないんだもんね。いや俺は釣り師だからさ、作ったものをゲットするっていうのはいうことはあんまりしたくないから、ね、それはね、そう言って遊んでたんだけど、それぐらいなんですよ皆さん。なんで全然遅くないですから、今からでも。てかむしろ快適にホッケ釣るんだったら今じゃまだ早すぎるぐらいだと思います。なんでぜひ皆さんもホッケね、今シーズンまだ釣ってないぞという方もちょっと待ってみてもいいかもしれないですね。はい。なんでまああとはね、やっぱり今年も年明けのそのホッケ釣りになると、いろんな漁港で人ごった返して、車だったりね、ゴミだったり、あとその喧嘩とかだったりで、やっぱそこの港がまた中心になって、はいさよならっておじゃんってアボーンってなっちゃっても嫌なんで、その辺はやっぱ気をつけてほしいんですけども、一応動画のまとめになります。はい。ホッケは寒い時期じゃなくても釣れます。はい。じゃあ4、5、6釣れますっていう動画でございました。皆さんこれからまだまだチャンスありますからね。というわけで北のロッキーでございました。